そうですね自分にとってアートって、うん、正直言うと結構苦手なな言葉なんですよそれで私はその物心ついた頃から「大きくなったら絵描きさんになりたい」って言っている子供だったんですけどその当時はもちろんアートっていう言葉は知らなかったし。 周りの大人もそんなにアートって一般の人が日常的に使うう言葉でではなかったと思うんですねだからなんとなくここ数十年で産業として盛んになった部分とか、まあ、商業的に成功してる部分とかを言うのかもしれないなって思っていて全然その地名のものとか自然のものとかとしてアートがあるとは思わなくて人間が作った制度だと思ってるんですけど。 だからアートって言葉を今いろんな人が言うからあるのであってアートっていう言葉が捨てられたら今アートって呼ばれてるものも形が変わったりなくなったりしてしまうんじゃないかなって思っていてだから本当によくわからないしあのちょっとうさんくさいと思っていてでも私は自分から進んでそのアートの世界の人になってしまったんですよ。 自分でアーティストですっていうことはないですけどまあそう呼ばれることもあるしまあ実際こういうふうに取材もしていただいていてありがたいんですけどなんでそのアートの世界の人になったかっていうとその子供の頃から持っていた絵を描いて人に見せたりとかそれで報酬を得たいみたいな承認欲求が現代においてはそのアートと呼ばれる枠組みの中で果たされるものであるらしいから。 なんですけど、あんまりそのアートの世界っていうものに実感がないし、自分がそこに帰属していて居場所があるっていう実感もあんまりないです。もっと言うと、この世の中に自分の居場所があるっていうこともあんまり信じていなくて、でもそれって自分が特別だとは思ってなくて、そういう存在の頼りなさみたいなのを感じている人って多分たくさんいるんじゃないかなって想像するんですけど、だから。 世界って私が存在するより前に先立って存在してだから後かかからら、来た私はそのの世界ルルールに従うしかない。だからの人とコミュニケーションをとるにはあの言語が絶対に必要なんですけれどもその言語って自分がゼロから作り出すことはできなくてコミュニケーションが目的であるなら絶対にその元々ある他人と共有できるものを使わないといけないんですよね。で その服を着るるっってててていうのも似てるなと思っていてその奇抜なファッションっていうのはありえるんだけれどもやっぱり人間の,その胴体に頭がついている形状であるとか暑すぎても寒すぎても生きていけないみたいな性質であるとかに沿ったものにならざるを得なくてすごく人間その自分より先立ってあるものに対しては主体性がなくて無力だなって思ってるんですけど。だからアートって という世界で絵を描くっていうのも、まあ、この世の中で生きていくっていうのも似ていてちょっとその人が他人が作った服を借りて着ているような感じただその服って着慣れると着てることを忘れられるぐらいその慣れてしまってだから普段生きていて絵を描いていてその。 無力感とか主体性のな,なさとかを意識する機会って少ないんですけど私の場合はそのアートっていう言葉を聞くとちょっとこうゾワッとするというかあの今着てるものが自分が作った服じゃなくて借り物の服だったっていうことに気づかされるような言葉っていうふうに思ってます。でも、まあ、その借り物ののの服を着なななきゃいけないいけは仕方のないことだから なるべく格好悪くなく着こなしたいっていう気持ちで作品を作ってます。